最近こんなものが届いて、ご通知、近畿支社におかれましたご声明のことと存じ上げます。自己破産手続きがどうこうとか書いてあって、それで、支社のネット工事において電話帳の掲載内容として多数の個人名、電話番号などが記載され、当人の表示が何とかって書いてある。これについて当人の説明では、借金取り立ての追いかけのためのネット広告であり、ヤクザがその追いかけをしているとのことです。で、このような根拠不明のネット広告は遺憾ながらプライバシー権の侵害であり、刑事犯罪にも当たる行為であり、その差し止めを求めますとともに損害賠償請求を致さざるを得ないものと考えます。大阪市北区西天満院の弁護士植田勝弘っていうのかな。これ意味がわからないです。はっきり言ってね。いきなり人をヤクザ呼ばわりして刑事犯罪だの、損害賠償請求だのって言われてもね。それで、この弁護士一応実在するみたいなんで、電話してみたんですよね。で、それがこれです。お世話になります。宮部と申しまして、実はですね、ご通知というものを受け取ってるんですけども。はい。古波さんって読むんでしょうかね。自己発散がどうとか、なんかそういった感じの内容のものなんですよ。小橋さんです。小波さんですか？これ、古いっていう字に波っていう字なんですけども。ちょっとお待ちくださいね。はい。もしもし。はい。はい、すいませんね。ちょっとバタバタしておりましてね、今、打ち合わせ中なんですけれども、そうですか。今、あれですか、自転車を主催しておられる。そうです。はい。で、そこにですね、名簿が載っていまして、はい。ね、この名簿を載せたのは自転車ですか。何のことなのか、ちょっとさっぱりわかわらかないんらでんわす、こけ。のご通知っああ、ていうそうのですは。か。この一覧表の中にね、で、自転車という形の中で、あれしたら、それこそ全国に、全国の人と住所が載っていて、それで、主旨が不明瞭な形で表示されていて、本人から言うと、債権を表示して追っかけられているという、こういう表現があったんですよ。それで、今回破産するについて、債権と考えられるかどうかということそれで、さっぱり意味がわからないんですよ。そういうふうにおっどういうしゃこらと？れて意味が通じると思いますか？まず2番目、いや、はい。うちの方から聞いてるんですよ。はい。自転車を主催しているのは宮部さんそうですけども、はい。ですね。わかりました、わかりました。それで、このような形はしたことがないということですこか？のご通知に、その刑事犯罪にも当たる行為とか、そういうことまで断言されてるのに、その私違う。聞かれないと今わか私らがない。聞いて、ちょっと黙りなさい。聞今かないと私わがから言っないてるようなのこは、とで、刑事何犯か罪らとの。か言われるのおかしいんじゃないですか？上田法律事務所です。すみません、先ほどお電話して見えるんですよ。いきなり電話切られたもんですから。ちょっとね、今、来客中なんですよ。そうですか。まあ、一方的にこういうものを送られて、さっきみたいな態度はないと思いますよ。ちょっとお待ちいただけます録か。音してるんで、ちょっとね。き？もしもし、あんたもしもし、私本当に弁護は、士ですか？そうです。何言ってよ。私の方が確認してるのは、今回、債権のはい。こういうものがありますということで本人が言われたから、その確認作業の通知を送ったんですよ。意味がわからないっていうのが私の答えだなんかでら、すけ意味どがわも。からないっていうのは、私の一つの確認だけなんですけれども、で、なんで刑事犯罪だとかね、損害賠償を致さざるを得ないってことが書いてあるんです場合によか？ってはね、場合といもうこと何でもわすからよ。ないのにこんなこと断言できないじゃないですか。ちょっとおかしくないですか？ああ、だったら勝手に何かしなさいよ。私のじゃあ方が弁今、護士債会の権方を。に懲戒請求かけああ、ますんで、あんいいまでりすひどいんで、よ。この会話録音してますひんでどいよ。ね。ああ、分かった、分かっ本た。はい、物結の構弁護で士ならちょっとおす。かしいですよ。と、まあ、こういうことなんですね。というか、これね、架空請求業者とね、変わらないですね。ああいう詐欺と、やってることが。これじゃあ見分けがつかないですよね。だから、
まともな弁護士がね、やってる方には思えないし、こういうことを許しちゃうと、その弁護士を語って架空請求してくる人と、本当に弁護士として正式にちゃんとね、法律の根拠に基づいて何か通知してくるのと、全く区別つかなくなりますよね。それでまあ、やっぱりこれはね、やっぱ国民の義務としてこういう懲戒請求書を出すというのが、正しいやり方でしょう。なんだったっけな。まあ、その、こいつは在日だからとか、そういうくだらんことでね、懲戒請求出すのはダメなんだけども、まあ、これは正当な理由があるしね、なんだっけね、国民が、その、まあ、法律知らない人がね、アホみたいな懲戒請求出すと、損害賠償とかそういうことになるのに、こう、弁護士はね、法律を知ってる人間がいきなりわけのわからん文書を送りつけて、人ヤクザだのね、刑事犯罪だの、そういうふうに、やってね、なんもね、お咎めがないってもおかしな話なんでね。だから大阪弁護士会に一応懲戒請求送ってみるんですけども、まあでもこの人らね、ちょっとね、本当にね、事情能力あるのかどうかってわからないので、あんまり期待してないんですけども、まあ送るだけ送っといてやろうかと思います。懲戒請求って簡単で、これ、全部で3通用意した後、身分証をこうやってね、コピーしたのを入れとけば、いいので。で、本当は書き留めで送るべきなのかもしれないけども、もうなんかアホらしいので、普通郵便で送ります。あ、そうそう。この、ちょっとね、さっきの録音した USB メモリもおまけとして入れといてあげます。これで弁護士の品位の向上に少しでも貢献できればと思います。まあ、期待はしてないですけどね。